another jacket that is needed. さあ、皆さん行きましょう。ここはリューズ峡です。やっぱり寒いね。冬だから。寒いですか？はい、寒いですよ。だから私、ヒーターがあります。ヒーターです。うん、ヒーター大事、ヒーターが必要ですね。さあ行きましょう。はい、はい、すごいよここは。うん、私たちは紅葉を見に来ました。紅葉とはもみじとか赤かった黄色だったり、色が綺麗です。さて行ってみましょう。倒木のため車両通行止めだそうです。倒木、木が倒れてます。寒いけど風が気持ちいいね。冷たい川のそばの風が私のほっぺたを撫でます。下には川が流れてますね。ちょっと見てみる？見える？これか。すごい冷たいよ。ここはリューズ峡、リューズバリーです。あ、寒いパヤコンブみたいね。でも川きれいだね。きれいだよ。すごいね、やっぱり。何がこれ、おっと、ずっと上まで。すごいよ。あの人はどこ行きました？いましたね。9人、おらん9人、おらんもみじがいました。おー、なるほど、なるほどね。こういう感じですね。
はい、はい、皆さん、これはワイルドライフプロテクションエリア広島プリフェクチャーと書いてあります。あ、つまりここではハンティングはダメね、動物は守られてます、自然を守ってますね。ああ、ちょっと何か家が見えてきましたよ。あれはレストルームって書いてありました。休憩する場所でしょうか。トイレはもうちょっと向こうだって書いてあったな。とにかく行ってみます。駐車場って書いてありますね。駐車場、これね、駐車場、あれどこ、あのここまで本当は車で来れたんだけど木が倒れてるので入れませんでした。本当はここまで来れれば少しは楽だったかな。でもとにかくあんまり紅葉の木がありませんね、残念なことに。まだまだ先は続くんだけど、ちょっと途中で帰ろうかなって思ってます。時間がない。ここにマップがありますけどね、この地図を見ると結構いろいろありますね。僕らが今いる場所はこのなんだろう、目ん玉みたいなところ、目玉のようなところですね。だからまだ全然来てないっていうことですね。いつも遅いんでね、出発するのが。もうそんなに行けずに帰ろうかと思います。夏に来たりいろんな時期に来るときっと楽しいだろうな。おぶさよ、綺麗な川よね。だから紅葉じゃなくたって別に綺麗な場所ですよ。透明です。あそこに紅葉がありますね、黄色。あずま屋があったんでちょっと休んでいこうかと思います。意外と綺麗だね。なんかこう葉っぱとかいっぱいかぶってるかと思ったら、ちょっと休みます。はい、ボス。これなんかも結構綺麗だよね。なんつうかこう、なんていうのかな、赤と黄色、何、緑、色がよくわかんないね。綺麗綺麗、やっぱ秋っぽいって感じするよね。ボスが来ました。 あそこです。あれも、あの人も、
オータムです。はい、はい、はい、来ました。ね、はい、黄色ですね。ボス、ちょっと休みますか。はい。綺麗よ。バグース。Another video ada di sana. Okay, let's go home. It's already afternoon, so it's time to go back home. Hi. Right. It's beautiful. Huh? Become more beautiful, yeah? Yeah, itu video itu ambil of it. You can off it and